おはようございます。お子さん、おめでとうございます。まあ、あの赤ちゃんのおむつ代稼ぎます。ありがとうございます。画面越しで笑ってくれる。お父さんになった堀田選手に何かアドバイスを。アドバイス、育児は楽しむもんすからね。気を使ったらね、ダメなんで。初めてなんで、パパ一、パパも楽しんでほしいです。子育てのコツですか？背中で見せるです。背中で見せる。はい、赤ちゃんに。あ、なるほどね。大きくなるとね、子ちゃんに対してね、受け入れる。受け入れる。自分の思う通りにしようとしない。あ、親のね。そう、はい、赤ちゃんだけど人だし、対等としてね。なんだよね、赤ちゃん大変なことがあるんだよ、いろいろね。それを受け入れてね、全部。いいこと言ったな、取られたな。取られました。行ってきます。行ってらっしゃい、ありがとうございます。もしかしたら、はい、スタートしよう。今週すごい暑い予報になってるんで、練習時間は短くだけど、あの、インテンシティはしっかり保ってやっていこうと思うんで、集中力持っていい練習をしてください。頑張っていきましょう。はい、行こう。右から行きます。早くなることに関しては全然問題ない。よあれ、早くなることに関しては全然問題ない。なんで俺なんかね。1億してレスト。よーし、1、2、3、終わりますよ。
そうだけど。でしょうか。なりました。どんな感じですか。暑いっす。もう頑張ってください。慣れましたか。暑いです。もう次の試合勝つの必須だと思う。準備を。頑張ってこ。じゃあ。オッケー。ラバーの後ろ。入ろう。Thank you.
願いします。はい、どうぞ。お越しましょう。スパイクのケアはご自身で。はい、まあ、いつもなんですけどね。いつもなんですけど、ね、大切にしないといけないんで、やっぱいざという時に助けてくれますから。これが毎日スパイクが洗ってます。体の一部なんで、毎日お風呂入るじゃないですか。その感覚で洗ってます毎日。試合の日だけ、生意気なマネージャーが洗ってます。ぜひ。そうだよ、これ時間かかるわ。洗ってるぞー。自分に関しては言ってください。自分に関してはスパイクを大事にしてるので、このコンクリートを乱周で行って天秤市までスパイクに着替えるということをやってるんですよ。20m、30m すら、はい、もう毎日の積み重ねがね、スパイク削れてってしてしまうんでね。なるほど、こだわり、はい、大事にしてるんですよ。今度瀬島さんにインタビューしてもらいたい。はい、ぜひ。スパイクに関してはいろいろありますね。ありがとうございます。はい。